ザ・レセプショニストです。はい、あ、来た。この映画はロンドンの不法風俗店の受付嬢として働く女性の目線を通して、まあ、移民生活の厳しい現実を描いた作品ですね。やっぱハリー君ね、うん、もちろんイギリスに、ね、住まわれたこともありますけれども、はい、まあ、ある種、まあ、暗部というか、こういう世界がここまで深く反映されている作品があるっていうのはびっくり。タイトルがあのジェシェンユエンっていう、要するにレセプショニストっていう言葉があるんですけど、はい、中国に住んでいた自分からすると初めて聞くような言葉なんですよね、はい、まあ、結構特殊な言葉だと思うんですよね、はい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 、普通の例えばその会社の受付とちょっと違うニュアンスがあるかもしれませんね。もしかして夜の受付員みたいなニュアンスがあったりとか、ね、監督、はい、ジェニー・ルー、台湾出身です、はい、イギリス在住、今回は長編映画初監督だったんですけれども、この作品僕見させてもらった上でどういった形で映画制作成り立ったのかなって聞いたら、監督のジェニー・ルーの友達の話からインスパイアされたって言われてるんですね。監督の友達が空港で自殺してしまったらしいんですよね、はい、でよくよく調べていくと、その監督の友達が、まあ、いわゆるセックスワーカーだったという、まあ、この前提があり、これを絶対に、まあ、映画化したいっていうことで、まあ、ジェニー・ルーがクラウドファンディングでお金を7年ぐらいかけたとか言ったかな、はい、で、まあ、作ったという、やっぱ監督の思い入れがこう深い作品だと思いますね。何年も語り継がれる作品だっていうレビューはね、うん、世界的にも書かれているので、ぜひとも皆さんね、ザ・レセプショニストを見ていただきたいと思います、はい。